前回のカズクラ、ちょっとカズクラ気が緩んでいた時にカズノコシいっぱい溜めちゃったみたい。そこで前回はカズノコシ10個もあるまで終われません。サクサクっといっぱいのカズノコシを終えて気持ちよく終わることができた。みんなぐっすり眠れたかな。はい、どうもこんばんは、カズクラでございます。アップデーだよ、アップデー。ん？何が変わったんだって？やばいよ、今回のアップデは。バージョンがね、わかる？左上見ると、1.12.2。まあ、あれだよ。ね、ちょっと待って。これ、一番わかりやすいの。ほら。Java エディション。Minecraft Java エディション。そう。ロゴの変更が、一番の変更。ん？なにアップデー来たみたいな。え？ちょっと待って。なんか他ねえかな。ちょっと待って。アップデー。ちょっと待ってる。ああ、よくれた。いや、ちょっと待って。他にもなんか変わったのあるかもしんない。あ、ちょっと待って。あれ試す価値あるんじゃないか。あ、まず一個言うなればね、この作業台。これあるじゃん。ほんでさ、以前は、こうやっておいて、これ外すと、なんかパランって弾けたんだ。これ、お外にペレンっていっちゃったんだけど、ほら。これが内側に戻ってくる。投げられないのこれ。普通ポロンってお外に行っちゃってたんだけど、これまで。それが、これで閉じちゃっても戻ってくる。地味。え、他にはさ、なんかいろいろバグ修正とかされたって噂があったんだけど、ちょっとあれ試してみようかな。ちょっと待って。ちょっとあの技試してみるわ。あ、違う、ここにあるわ。今回は、これですよ。まあ、若干バグ技でさ、このレールとかが集まるっていう噂があったんだけども、もういい加減これ修正されたでしょう。どうだろう。ん？あ、めっちゃ増えてる。ストップ。よっしゃ。はぁ、これ、プリプリ動くわ。他にはね、あ、ちょっとまずい。あ、これまずいやつやな。ちょっと待って、あ、かくりんこ。ちょっと待って。ふぅ、治ったー。いや、とりあえず、あのバグは、まあ、治ってなかったなぁ。他にもさ、ちょっとやったことない。なんか、ネザーポータルに、このエンダーパールを投げ入れると、とか、みたいな。ネザーポータルって、え、これ？ネザーゲート？ちょっと待って。なんか、ネザー、これのことだわ。これに、これを入れると、なんか、前、バグってたらしいんだけど、え？ぽい。あ、やばい、痛気持ちく。あ、これのバグじゃなかった。なんかあんのかな。待って。待て。なんでお前、おい、ちょっと待って。もうやめろって、お前。やめろって。ナイス。なんだろう、エンドポータルのことかな。なんかどっか飛んでっちゃうみたいなね、バグがあったみたいなんだけど、まぁ、ちょっとあっちの方も試してみましょうか。いや、でもね、次ですよ、大型アップデート。次の 1.13 か 1.3 か忘れちゃったけど、そっちで、ものすごい変更あるみたいだからね。ちょっとそれまで楽しみにしてよ。アップデート来るとき、一気にクイクイクイ来るからね。うん、それがね、怖いよな。さて。よいちょ。ここになんか入れることでなんか起こるのかな。これもなんか汚くなったな、前のせいで。またぶっこんでみるか。ぺい。おい？特になんもないな。ちなみに、そうだ、敵対モブ。敵対モブの話で、ちょっと待てよ。倒してないのはストレイだと思いますよっていうのがあったから、なるほどね。進捗で、まだね、敵モンスターのやつやと、これか。すべての敵対的なモンスターを倒すと。これ多分2つが、エンダードラゴンと、ウィザー、22、21。ほんで、あと2体いるのかな？ 10、20、21、22。いやで、あと3体。で、一旦、こう、シコシコも、ね、普段シコシコ倒さないからさ、シコ。あ、やっぱシコ倒してなかったな。いや、でもね、あと21、22。あ、やっぱ倒したことあるやついんのかな？ちょ、待って。どっからカウントされてるか正直わかんないんだよな、これ。あ、いた。ここら辺のやつは、ちょっと、また、後で倒そうか、これ。まあちょっと後の話にしておこう。一旦。ね、視聴者さんからね、いろいろ連絡あるから、本日もこれ、3列分、なんとかしていきたいなと思います。では参りますよ。気持ちいい音を聞いててください。OK、牧場。
今日はこのぐらいにしてやろう。ほんで、めちゃめちゃ。またこの村の素材としてね、これ使っていこうかな、これ。ていうか、生えねえな、なかなかこれ。止めてんなぁ。また村人とかも早く連れてきたいところだよね。あ、これちょっと生えてきた。生えてきた、生えてきた、ここら辺ね。これどうすっといくのかなぁ。あまりにも直線で繋げすぎると、やっぱダサくなる傾向はあると思うからさ。やっぱここら辺でちょっと曲げるとかなんかそういうのあるといいのかもしれないね。この家の横をさ、ちょっと渡るぐらいの感じでさ、おー、ワイながらナイスアイディアよ。あら、あ、これ置いてるとダメなんだ。はい、み。ふぅ、綺麗になってる。あ、そうだそうだ。これ照明も、これ植えてる途中だったな、これ。木のやつを。ちょ、待ってろ待ってろ。まずガラス置いて、こんなんでよかったのかなぁ。ちょ待って、照明持ってくるわ。よいしょ、よいしょ。照明くでたい、照明くでたい、照明くでたい。ほんでやっぱジャングルの葉っぱだよね。あれ？あ、これストレイ狩りだな。ちょっと行ってみよう、ストレイ。確かに倒してない気もせんでもないんだよなぁ。ストレイターン、ストレイターン、どっかいるかなぁ。こういうのとか今のうちに綺麗にしておくか。ストレイターン。確か雪のところで出てきたはずだと思ったんだけどな。ストレイターン。おじけづいたが。いや、マジで出てこないな、あいつ。え？いや、あれ、普通のスケルトンやし、あれ。あれ？あれ？そんなはずは。もうちょっとちょっと、ストレイターン知らない場所。はい、食べて。金装備の人？いやいや、あなた、ただの金のゾンちゃんや。あいてー。ストレイターン。あいた、あ、いやいや、やべ、速攻食らったわ。やるな。ほんでどうだろう。20。やっぱ倒したことあったな。砂漠のやつも一旦倒してくるか。あ、っていうか、鈍化のやつに入れた。やりー。砂漠の人は？あ、いた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 。てい。てい。てい。ナイス。倒したことあるな。まあ、一旦寝ますか、一旦。ん？いや、気のせいだよな、今、なんか。ぽい。ああ、よく寝た。いや、気のせいじゃない。待て待て待て、それ俺の牛乳、俺の牛乳。ちょ、待って、それ俺の牛乳だ。なんで飲んでんだよ、牛乳。ぽい、ぽい。え？やの上か？ちょ、待て。カーペットか。ちょっと待ってろ。カーペット敷けば許してくれるんだな。ちょっと待っててくれ。ほい。飛んだモンスターハウスになっていたので、敷いていきますか。何？足りねえ。これ勢いよく行かないと危ねえからな、ちまって。こうか。おいしょー。いや、あれ普通に降りると危ない時あんだよな。よいしょー。待っててくれな。よいしょ。綺麗さっぱり。いやー、今回もね、本当に村良くなってってる。あ、米消化いきますか。あー、また遊んでいただきありがとうございます。薄い。間違い探しスタート？どういうこと？いや、なんか変わって、一文字で変わってるってやつか、あれ。いや、あれ結構難しかったりするんだよなー。まあ、とにかく、あっちの、城下町の方ちょっと行ってこっか。あー、来た来た、城下町。ちょっと規模にしつこすぎるとやっぱダメだと思うんだ、これ。これしつこかったよね。ごめん。気づいてなかった俺、これしつこいの。やっぱ要所要所置いていくぐらいがいいのかな。なんか端っこだとちょっと圧迫感があるかもしんないから、少しね、やっぱ一歩内側とかに入った方がいいかもしんないな。ほい。そう。あー、これだったら、まあ、ここら辺がいいかもしんない。ほい。ほい。あー、悪くない。やっぱこの一歩引いた昭和女子みたいな感じ。あ、いいじゃないの、これ。だって、この間にも。あ、いいね。やっぱさりげなく家のね、ちょっと離れた場所ぐらいに、ちょろんと置くぐらいがいいのかもしんないね、これ。ここら辺か。すげえ。うちの、あ、まさかこれ。ちょ、待って。これずっと、ちょっと草生えず、剥げてたのちょっと分かった気がする。これ普通の土じゃねえのやってた、俺。多分なんか荒れた。なんか荒れた土とかなんかそんなやつだよな、これ。これすらもそんな気がする。これさっき置いてた場所のやつけ？ほい。あ、ほら、すぐ生えてきた。これもちょっと心配だな。あ、これ土ね。ほい。
真ん中らへんにもポイッ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 と、ふぅ、綺麗になってってる。あー、そんでね、あの白熊さんもう言っちゃったよ。実は敵対的モブまだちょっと分かってない部分もあるんだけど、多分もうあとドラゴンとかだと思うんだ。あまりほんでいくよ。もう革新的な答え出てた。あれ、進捗の、倒さないといけないラス位置は白熊ですよ。マジかよ、俺コンプに元からできないようになってたんじゃないかよ。白熊だけはやれない。食べながら言うことじゃないけど、白熊だけはやれないよ。残念だった。まあでもほのぼのやっていく分にはまあいいかもしれませんね。はい、とりあえず本日はこんな感じでやんわり終わりますか。まあ、いい感じのアップデート情報来たし、あ、ここにもまたなんか建てれそうな感じだな。これなんだろう、なんかやっぱ防具とか置き場所もまた決めたいから、あ、ここら辺置くのもいいかもしれませんね。まあ、ちょっと検討したいなと思います。ちょっと実用的なもんをね、ちょこちょことここら辺に置いていきたいような気もするし、村人も置いていきたい。だから湧き潰しももっとしないといけないな。まあ、デザイン的なもんはかなり気に入ってるんだけどね。はい、ともはね、本日はこんな感じで終わりたいなと思います。またね、これからここら辺の城下町ね、すごく良くなっていくと思うので、まあ、リクエストだったらぜひコメント欄の方によろしくお願いいたします。それでは本日はこんなところで、またお会いしましょう。バイバイ、バイバイキン。